おい、ちゃんと押せよ。やる気あんのか？ほらほら、腰が入ってないわよ。まったく、これだから500円玉は。おい、セントバーナードオス、帰るぞ。ふふふ、セントバーナードメス、今夜はカレーよ。じゃあね、ワンワンワンコイン。お前の飼い主は迎えになんて来てくれないだろうね。へへ。うらやましいまね。それに比べて僕なんか。迎えに行く価値なし。もう500円なんか嫌まね。価値のあるお金になって愛されたいまね。お金だけに。わ、バンドーカイチン様。そんなに500円が嫌か。嫌まね。排水口の匂いより嫌まね。わかった、そんなに嫌ならお前をお札にしてやろう。すごいじゃないか、5000円なんて。高い高い。お札だけに高い高い。高い高い。幸せな生活のスタートだまね。行ってきます。行ってらっしゃいまね。あ、あれからどうじゃ？でもこんな幸せが続けばいいまね。そうか。ではここで問題じゃ。まね。5000円札の寿命の平均はどのくらいでしょう？硬貨の寿命は長いと聞いたことがあるまね。だからお札もきっと長いまね。よし、正解は D の70年。正解は A の約3年。ちなみに寿命が来たお札は日本銀行によって廃棄され、トイレットペーパーなどにリサイクルされるらしい。お金でケツを拭くなんてあっぱれじゃ。オーマイギャッシュ、せっかくお札になれたのにたった3年の寿命だなんて。ちなみに硬貨は寿命が半永久的じゃ。さあ、ワンワンワンコインよ、最後の選択じゃ。お札のままでいるのか、500円に戻るのか。決めたまね。金尾くんに痛めつけられる日々はもう嫌まね。だけど金尾くんとすぐお別れする方がもっと嫌まね。金尾くんとずっと一緒にいさせてくださいまね。やめっ